皆さんこんにちはおもちゃんのドラゴンズバラエティー略してドラバラでございますさて、えー、本日月曜日もですね先週のドラゴンズを一週間振り返っていく語ろうのコーナーをやっていきたいと思います今週はね未来に関することもいろいろ触れていけたらなと思いますのでさあいってみようーーはいまず勝ち負けからいきたいと思いますえー、っと勝ち負けはですね先週1週間で 二勝三敗ということでですね。えー、まあ、ちょっと一番コメントしづらい <laughs> 勝ち負けの数なんですけれども、えー、ちなみに、まあ、セリーグとしての順位だと、えー、定位置。<laughs> 定位置って言っちゃダメです。えー、ここから上がってきてほしいんですけど、 まあ6位とということでそしてですね一応交流戦の順位もちょっとここで、えー、落ちてしまいましたね9位ということでまあね1位が2つあったりね結構同じで並んでるところが多いのでまあまあうんまあこうなっちゃうよねっていう。 一個の負けとか、ちょっと連敗になるとこういう風になってしまうよねという感じではあるんですけれども、まあ、交流戦も最後までしっかり、えー、バテずにね、ホームですから戦っていってほしいなと思います。そうですね、えっと、詳しくカードで見ていくと、西武相手には、えー、3戦2勝ということでですね、これはまあまあ、なかなか良かったんじゃないかなと思いますね。あの、1試合目が、 ね、地方球場の大宮球場でしたのでそこはねちょっと地方球場今年勝ててなかった中で勝てたのはすごく大きかったかなと思いますでねあのはい6月8日8日ですね木曜日の試合ね私見に行った試合でねいやーこれはね本当にもしかしたら今季ベストゲームともいえる試合だったかなっていうのは思いますね あのね出した動画は本当めっちゃスピード感を意識して出してるので全然その試合について喋れなかったんでちょっとね今喋れたらなと思うんですけどまず何と言っても柳悠也投手が完投してくれたってことなんですね。 いやー、ここはね、すごかったですね。ちょっとほんと初回、あのー、1,2,3回、序盤あたりから、本当に柳投手がキレキレだったので、もしかしたらこのまま球数少なくいけば、かなりリリーフラクになりそうだなーっていうのは思ってました。で、しかもね、その前日の水曜日、まあ、ちょっとね、あのー、負けてしまったんですけど、枠井投手がね、確か8回投げてるんですよね。うん。この、 2人の、まあ、その、しっかり投げ切ってくれるっていうのは、ものすごいやっぱり、ね、ちょっと登板型気味だったり、リーフにもね、ほんと、恵みになってくれたんじゃないかなというのは、すごく思います。うん。まあね、しかもね、西ってんですかうん。すごいよね。うん。 あの川上謙信さんが昔ねあの9回に知っ失点の何がいかんのですかっていう名言を、まあ、その日はねあの謙信さんちょっと勝てなかった日なんですけど残してますけどいやいやもうこのね9回に知っ失点だったらもう何にも言うことがない投げきってくれたし <laughs> 本当に改めてやっぱり投げきることの大切さっていうのはものすごくねこの日に感じましたうんやっぱり今どうしてもあの大野雄大投手がね ネットスローあたりは投球は多分ね再開したのかな手術明けでうんなんですけどどうしてもローテにあの今までずっと引っ張ってきた方がいないっていう中でじゃあ誰がその先発陣の中でリーダーシップ取って引っ張っていくんだろうっていう時にね、うん、精神的な面でもそうだしこういうその。 投げ切るっていう成績的な面でもものすごくこのここをやっぱり引っ張ってくれてるのは、まあ、もちろん柳投手もねこの日そうだったんだけどやっぱり私は涌井投手なんだなっていうのはものすごく思いますね、うん、だってさこの日よそうそうだから6月7日の日にささよなら負けなんですけどこの日は、うん、1失点なんですよ、うん、8回1失点よ いやー、それでも、顔色一つ変えずに淡々と投げ続けて、ね、うん、ほんと、立浪監督が交流戦のキーマンは枠いっていうのをおっしゃってましたけど、いや、や背中で語ってるよねって思う。うん。もちろんね、マウンドで気持ちを出すっていうのもものすごくかっこいいことだと思いますよ。本当に戦ってるんだなっていうのはすごく思うんですけど、いや、あのね、何も語らない強さみたいなものは、 やっぱ涌井さんからものすごい感じますね。うん。それだけじゃなくて、ね、後輩を連れてね、ね、ピッチャーの後輩だけじゃなくてね、野手の後輩を連れてご飯を食べさせてあげてね、なんか細川君はステーキ6枚食べたとか、ブライト君はよく喋るとか、なんかそういう、あの、ちょっとほんわかしたエピソードもね、ツイッターで公開してくれてますけど、なんか本当に、このちょうど今、雄大さんがいない中での、 うーんその先陣切って引っ張っていってくれてる感じはあなんかトレードしてよかったんだなっていうのは思いましたね阿部選手がいなくなった時は私も本当につ、ね、らかったし悲しかったんだけどうーん、涌井投手が来てくれてそれで今のドラゴンズに与えてくれてるものっていうのはものすごくね大きいものだなというのはすごく思いましたねうんそうそんな阿部選手もね楽天戦で見れましたねなんか <laughs> やっぱドラゴンズにいた時は、セカンドとかで見ることが多かった、まあ、思いセカンドですよね、セカンドで見ることが多かったので、なぜかね、4球とかヒットで失礼したときに、<laughs> ファーストのね、阿部選手が映るのが、なんかびっくりするというか、<laughs> あれみたいな、あっ、ファーストか、みたいな <laughs>、それちょっとね、驚きみたいなのがあったんですけど、いや、あの、まあ、元気そうでというか、ね、スタメンでも出てましたからね、うん。 それはすごく良かったかなというのは思いましたね。うん。まあちょっとね、楽天戦がなかなか、うん、勝てなかったし、ちょっとね、得点も、まあ金曜日はある程度は取れたけど、うん、翌日は完封負けみたいな感じだったので、まあそうですね、やっぱちょっとパリーグの、あのー、一つ一枚上のランクの、 ピッチャーが出てくると、なかなかやっぱり打ち崩せないっていうのはちょっと正直あるのかなというのは思いますねまあそんな今週ですがちょっとね日曜日中止になってしまったので、えー、その日に先発予定だった高橋宏斗投手がスライド当番するっていうのがねもう予告で出てましたね。ということで、えー、高橋宏斗投手の初めてのスライド当番が13日の火曜日というふうになりましたね。う まあなんでね。ちょっとローテがね。変わる可能性があるみたいなんですね。うん。まあ、いつも火曜日はねえっとまあ、先週だと鈴木宏投手だったりねが投げてたりしますけど、まあね。今週だから、そこにヒロト投手が入るとなると、今度はその日曜日誰が投げるんだろう。っていう話になってきますよね。なんで先週投げた鈴木宏投手が。 今度は後ろに回るのかとか。うん。そういうものもね、いろいろ考えられてきますよね。うん。水曜日と木曜日に、涌井投手と柳投手がいるので、まあ、それこそね、金曜日にも、小笠原投手もいるので、まあ、この3つが並べば、結構イニングは食ってくれるのかなっていうのは思いますね。うん。d h 制があるから、 監督がね、DH 性があるからピッチャーには結構長いイニング投げてもらおうよーっていうことをおっしゃってたのでもしかしたら先週よりは短いイニングになるかもしれないんですけどこの3人がいればまあ、うん、結構いろんなそのリリーフの調整とかはやってくれるんじゃないかなと思いますね。うん、でさらに、えー、その翌週ですね。19日の週なんですけれども えー、もしかしたらですねここの21日22日、まあ、その付近にですね楽天戦の、えー、雨天中止になった試合の振り替えが来るかもと言われているんですねでこの日がですねだいたい水曜日か木曜日かみたいな感じで言われてるのでそしたら水曜日だったらわー食い投手が投げるんじゃないかと言われているんですねはい古巣相手にですよ あ楽天戦で和久井投手が投げてくれるのは超楽しみです。はっきり言って。ね。いや、だってもう明らかに彼は交流戦のマイスターですよ。どう考えても。うん。はやっぱり選手の特徴とか知ってるってこういうところに影響してくるんだなっていうのを私は交流戦中にね、やっぱ和久井投手を見てすごく思ってましたね。うん。なのでこの古巣対決みたいなのもちょっと楽しみではありますね。うん。 で、さらにさらにこの週の25日あたりとかでもしかしたらはいウンベルト・メヒア投手も出てきたりするんじゃないかななんて噂も出てますねまあ、まだもうちょっとは、ね、遅いかもしれないんですけど、まあ、この間のファームではねものすごくいい成績を残していて結構期待できるなぁとね言ってるファンも多いですからね そう、ファームもね、結構ね、楽しみな方が多いんですよね。それこそ、えっ、ー、と、トミー・ジョンからの復活をね、願っている梅津投手だったり、ね、ネオ投手なんかもね、そう、ネオ投手なんだもんなが、そっか、そうなんだよね。今、さらっと出たけど、ネオ投手なんだもんね。うん。そう、ネオくんもね、頑張ってますからね。ちょっとね、もしかしたらその夏場に向けて、いろいろ、ローテも入れ替えだったり、その、中 何日で回すみたいなのがね結構いろいろ変わってくるかもしれないですねうんまあそういうところもオールスターまでのね前半戦しっかり戦い抜いてまだ最下位なのでね一つずつ上に上がっていってほしいなと思いますよろしくお願いしますね <laughs> そうですねまあこのうんまあねこの交流戦本当終盤で最後このホームでの試合でどんだけ勝てるかだと思ってますうん 去年もロッテと日ハム戦で結構落としたので今年こそはねしっかり戦っていってほしいなというのは思いますねうんここでやっぱりもともとそのロッテにいた人とか日ハムにいた人っていうのがキーマにやってくると思うのでまずとりあえずのロッテ戦は加藤翔平さんにぜひちょっと期待したいなというところはありますねうん DH 制ないので 多分、代打での出てくるタイミングとかもきっとあると思います。うん。そこがね、私かなり鍵だと思うので、翔平さんよろしくお願いします。えー、さて、今週もですね、配信があります。えー、中日日本、中日対日本ハムの えー、金曜日ですね、16日に配信予定ですので、ぜひまた集まっていただければと思います。そう、この間のね、配信もすごくね、スタンプで楽しんでいただいたり、ものすごく楽しかったので、まあ、勝てばいいんですけれども、えー、楽しくみんなで応援していければなと思います。そんなところかなうん。ということで、えー、まあ、長々と喋ってしまいましたが、えー、パリー経験者の皆さんに最後託して、えー、このまま一つでも交流戦中に上げていきましょう はい、それではまた次回お会いしましょうバイバーイチャンネル登録お願いしますいいぞ頑張れドラゴンズ萌えよドラゴンズ